井上俊一さんです。池上さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。リポーターは風戸直子、実況担当山崎由紀でお送りします。1時半現在の気象状況です。天候は曇り、気温が14度1分、湿度 78% です。 J2 前節を終えての順表です。熊本は18位、横浜 FC は13位、22位のクラブは J2、JFL 入れ替え戦の可能性があります。池上さん、はい、共に昇格もそれから降格も、なくなった、今日のゲームですが、はい、どんなことが大事になりますか。そうですね、チームとしてどうこうということよりは、選手個人としてね、やはり最後までプレーをするということと、やはり自分の存在価値というのはね、必要でやっぱり表現しなきゃいけないですよね。はい、そういうことがやっぱり重要になってくる時期でもありますね。はい、そしてここ5試合の結果です。熊本はホームゲームは3連勝1引き分けです。それから横浜 FC は前節4試合目の勝利を挙げています。それでは両チームのスターティングレベル予想フォーメーション、サブメンバーです。まずはホームの熊本です。前節とスタメンは変わりません。ゴールキーパー南、最終ラインは露木、キャプテンの吉井、そして矢野、黒木と矢部のダブルボランチ、ウィングバックはベテランの倉川と片山、ウーゴのワントップに仲間とファビオがシャドウに控えます。サブのメンバー、ゴールキーパー畑、ディフェンダー高橋、青木、ミッドフィルダー原田、5試合ぶりに怪我から帰ってきました大迫、堀米、そして今シーズン限りで現役を引退する北島秀明、サブで出番を待ちます。藤本、力、ドゥグラス、橋本が怪我で欠場です。横浜 FC です。竹岡が出場停止で、今日は熊本で8シーズンプレーしました市村が右サイドバックです。それから田原が実に27試合ぶりのスタメン、ゴールキーパー渋谷、そしてセンターバックペスンジンと野上、左サイドバックは中島、渡辺匠も熊本でのプレー経験があります。高知とのダブルバンチ、寺田と野崎の両サイドハーフ、そして小野瀬と田原の2トップです。サブのメンバー、ゴールキーパーキャプテンのシュナイダー淳之介、ミッドフィルダー内田、中里、井出口、それから2試合の出場停止が明けました松下、フォワードパトリック永井、西島、黒津、ペフニンが怪我で欠場です。熊本にとってはホーム最終戦です。ファンやサポーターが、そしてチームメイトが、そして何よりも本人がゴールでチームを勝たせること、それを望んでいます。両チームの選手たちがピッチの上に姿を現しました。ロアッソ熊本は背番号22番、今シーズンのキャプテン吉井康介が先頭です。アウェー白いユニフォームの横浜 FC は背番号4番ディフェンダーのペスンジンが先頭で入場してきました。熊本は今シーズンなかなかホームゲームで勝てない時期がありましたが、ここ4試合は3連勝のあと1引き分けと負けなしが続いています。そのチーム、クラブを支えましたオフィシャルスポンサーによる始球式、キックインセレモニーが行われます。ユニフォームスポンサー、それからウェブサプライヤー、公式トレーニングウェアスポンサーの皆さんです。さあ今日もサブで出番を待ちます北島秀明。池谷智義監督代行は30分ぐらいの出番を与えたいと話していました。どうでしょう。そうですね、サポーターも、みんながやはり彼が、ね、長い時間プレーしてそれゴールするのを期待するでしょうからね。はい、今日で23試合目、出番があれば23試合目の出場です。今
シーズンはまだノーゴールです。北島秀明、それから横浜 FC の注目選手はいかがですか。あのキーパーの渋谷選手ですよね。まだ18歳で大型キーパーですよね。でこういう若い選手が、試合を積み重ねてね、経験を積んでいって伸びていくというのがやはり日本代表にもいい影響になるでしょうね。はい、関東第一高校出身のルーキー、前節は無失点で J リーグデビューを飾りました。雰囲気持ってますよね。そうですよね、サイズも大きいですね。188センチ、85キロです。それから今日のゲームの主審は上田松也さん、副審は関谷則孝さん、松井健太郎さん、第4の審判員は中井久志さんです。この後コイントスが行われます。横浜 AC はペスンジ、熊本は吉井光介です。じゃあホーム最終節ですね。いいピッチでいい条件ですので怪我ないように最後までお願いします。白です、黄色です、キックオフで行きましょう。お願いします。主審の上田松也さんは明日誕生日を迎えて明日で31歳になります。 J2 通算これまで35試合、今日で今シーズン18試合目の主審です。プラスクオリティのためにプロリーグとしてお客様にサッカーの素晴らしさ、面白さを知ってもらうためにレフリーとしての務めを果たしたいと話しています。池上さん、はい、上田主審から、まあ、いいピッチで、はい、いいコンディションだという言葉がありましたね。はい、あの最初ねちょっと雨が降ってたかなと思うんですけど、やはりここのグラウンドで水はけがいいんですよね。はい、あの気温もそう高くないし、選手にとってはやりやすい環境でありますね。はい、まあ、熊本のホーム最終戦にとって、最高の舞台が整いましたね。そうですね、サポーターの方もいっぱいいらっしゃってますからね。はい、2013 J リーグディビジョン2第41節ロアッソ熊本対横浜 FC、 エンド左がホーム赤のユニフォームのロアッソ熊本、エンド右がアウェー白いユニフォームの横浜 FC です。27試合ぶりのスタメンの田原豊と、それから20歳の小野瀬康介の2トップです。横浜 FC のキックオフでゲームが始まります。今前半の40分が始まりました。渡辺匠に一旦落として右サイドに展開、市村からのロングボール、セカンドボール、これは熊本がカットしました。くしくもかつて熊本でプレー経験がある渡辺匠から市村というプレーになりました。横浜 FC です。さあ熊本、仲間がキープして右サイドさばいて左チャンスになりました。村川中、ウーゴが待っている、ファビオも待っている、まだこぼれています。横浜市野崎が対応しています。池田さん、いきなり熊本チャンスになりましたね。そうですね、クラカーにいいボールが出たんですね、仲間からね、はい、で逆サイドが相手なのでちょっと見えなかったですね。ベテランの倉川洋平からのクロスでした。それから横浜市、今背番号13番の野崎が倒れたままになっています。それでは試合前の監督コメントなど直前情報を伝えてもらいましょう。片田さん、お願いします。はい、ロアッソのホーム最終戦、多くの観客が詰めかけています。手拍子がいつも以上に大きく聞こえます。ロアッソ熊本池谷智義監督代行は、横浜 FC はテクニカルなチーム、上手い選手が揃っている、ポイントは前半の入りからいかに圧力をかけられるか、あとはセカンドボールを拾う、ボールを奪う、そういうシーンがいい形で出てくればうちのペースになると語っています。対する横浜 FC 浜口元博監督は、熊本は前からアグレッシブに来る、つなぐ意識も高く厄介なチームだ、切り替えの部分で早くスムーズにできるかがポイント、残り2試合、昇格の目標は消えたが、こういう時こそしっかりやろうと選手には伝えている、前節はそれを表現してくれたと語りました。以上です。ヤブと寺田のマッチアップです。寺田は今日で J2 通算100試合出場達成です。
ガンバ大阪でのプレー経験がありますので J1 でも71試合に出場し5ゴールを挙げています。寺田真一です。さあ横浜 FC が右45度後方からフリーキックを得ました。さあ池田さん、前線には田原がいますからね、はい、そうなんですよね、そこのターゲットのこぼれも心配ですよね。そうですね、今日は27試合ぶりのスタメンです。田原豊、それからペスンジン野上、両センターバックも上がっています。いいボールが行きました。ゴールキーパー南、ワンバウンドでキャッチしています。高地からのキックでした。高地も前節決勝ゴールを上げています。ベテランです。吉井が倒されました。今シーズン5月の熊本のキャプテン吉井康介、今シーズンは、まあ、キャプテンとして監督交代などもあって、まあ、非常に厳しいシーズンになりました。やはりチームの成績が出ない時というのはキャプテンはね大変ですよね。そうですね、でしかもプレイヤーとしても中盤の底、ボランチあるいは、フォーバックのセンターバック、それから今日のようにスリーバックの、まあ、リベラと、まあ、本当に獅子奮迅の働きでしたね。そうですよね、センターバックを経由してサイドチェンジ、もう一度前線に打ち込んでいきました。こぼれています、倒れましたがファールはありません。ピンチを抱えて悔しがりました中間隼人です。仲間も今シーズンは今日で39試合目出場、6ゴールを挙げています。高地からそしてセンターバックに下げます。それから左サイドバックの中島、中島にはファビオが行きます。それからもう一度野上にはウーボ、熊本もある程度前線からこう限定していこうというような戦い方ですか。そうですね、前からプレッシャーかけて後ろがそれを狙うということでしょうね。はい、激しい球際の争いに出ました。ただ前から行きすぎるとディフェンスラインと中盤での そのスペースのとこをどうするかというのを考えなきゃいけないんでね、はい、まあ、最終ラインも勇気を持って、ライン上げてコンサートにする必要があるということですね。そうですね、はい、ベテランのプラトラからのスローです。ファビオを狙ったボール、これは野上がカットしています。もう一度熊本ボールのスローです。平川から仲間、ハイボール逆サイド、高山、内村とのマッチアップでした。内村も昨シーズンまで8シーズン熊本でプレーしていました。九州リーグ、JFL、J2 と熊本で戦った選手です。山崎さん、はい、その市村選手8年熊本にいたけれど初めてアウェー側に行くから新鮮な気持ちだろうと語っています。はい、気持ちは高ぶるだろうけれど冷静にグラウンドに入ってしまえば横浜が勝つために全力プレーをすると話しています。市村も今日で7試合目の出場です。明日誕生日を迎えます。ちょっとケアに苦しんだ今シーズンでした市村です。さあ横浜市追いつけばチャンスになります。しかし吉井がうまくカバーに入っていました。吉井から南つなぎに行きました。ボランチのヤブ、ヤブから左にさばいて片山、片山と矢野のパス交換。一方の横浜 AC はきちっとこうブロックを敷いてという形ですね。そうですね、4-4-2 という形でね、はい、しっかりとそのフォーメーションを取ってますね。はい、さあウーゴだ。ここは渡辺匠が対応しました。それからもう一度ウーゴがプレスに行きます。さらにはファビオがパスコースを限定していきました。これがクリアにとどまりました。しかしセカンドボールは横浜 AC です。高地が左右を見ながら縦に逃走をしましたがこれは熊本のフェンスラインの裏、ゴールキーパーの南まで達しています。ヤブから吉井、
シート田原、そして倉川と中島、吉と田原、それから倉川と中島と共に、鹿児島出身、あるいは柏レイソルでのプレー経験を持つ2人のマッチアップがありました。山崎さん、はい、田原選手は吉井選手についてこうちゃんのお兄さんと自分は同級生だと話しています。吉井康介選手のことをこうちゃんと呼んでいるんですね、はい、よく公園で一緒にサッカーをしていいディフェンダーだ、カバーがうまいというコメントをしています。はい、池之上さんも、鹿児島出身のこの2人、あの田原が、中学生の頃、はい、それから吉井が小学生の頃から指導されたという感じですね。そうですね、まあ、その頃はね、可愛かったですけども今はねもうしっかりとした大人になって選手になってますよね、はいはい、それぞれその時の良さというのは今もこう残ってますか。そうですね、田原というのは豪快でしたけども、はい、吉井というのはやっぱり繊細な忠実な選手でしたよね。今日はその2人が前線と最終ラインでマッチアップしています。ただ熊本もここは長身の矢野を競らせていきました。田原とのマッチアップ、そしてグランダで繋いでいきます。これ池野さん、熊本のパスのつながり具合を見ますとかなりピッチコンディション良さそうですね。そうですね、スムーズに左に展開します。岡山からヤブ、ヤブがドリブルで運んでスルーパスを通す、ここは対応しました横浜市村です。横浜のディフェンスというのがすごくこうスライドも速いし修正も速いんですね。熊本としてはそれをかいくぐるにはもうちょっとワンテンポね、ダイレクト入れたりテンポアップした方がその組織をかいくぐりやすいんですけどね、はい、その横浜 FC の 4-4-2 のラインというのは本当にこの綺麗ですよね。そうですね、きちっとこう指導されているというかね、やはり数字を見ても失点が少ないですからね。確かに横浜 FC では、J2 で6番目に少ない失点45です。山口監督就任2シーズン目です。昨シーズンは岸野監督の後を受けて途中就任、見事プレーオフ進出まで、一度は最下位を経験したチームをプレーオフ進出まで導きました。熊本はそのテンポアップというのは誰のところでどうすべきですか。こういう中盤に入った時にね、はい、どこかでこうギアが変わるというかね、はい、飛び出す選手が出たりというのは必要ですよね、はい、今みたいなのでいいんですよね。そうですね、右方から左にさばいてダイレクトに入れてきました。さあ倉川奪い返して、もう一度プロキから中、オーバーヘッドの仲間が狙っていきましたがブロック、まだこぼれています。さあ仲間が、プロキのミドルシュート、これはバーの上でした。波状攻撃を見せました熊本、黒木光平です。確かにダイレクトでのプレーが、今のようなチャンスにつながりましたね。そうですね、ワンテンポ上げるだけでね、やっぱり修正がつきにくくなるんでね、はい、山崎、はい、山崎さん、熊本の矢部選手が話していたんですが、今日の狙いは起点を作らせないこと、高い位置で奪うこと、そして先制点を取ること、自分はハードワーク、リズムを作る、そしてゴールに直結するパスを出したいと語っています。はい、前半10分経過、両チームともまだ無得点、0対0です。渋谷へのパス、ちょっと乱れています。なんとか左にさばきました。前線へ、これはラインになります。この中継では両チームのシュート数を手元の集計に基づいてリアタイムでお伝えしていきます。画面左上のチーム名の下に表示していきますので、こちらにも注目してお楽しみください。この試合最初のシュートは熊本の黒木光平のミドルシュートでした。それから横浜 FC にとっては、近年この熊本戦というのは非常に相性が良くて、2011年の第2クールの対戦から負けなし3勝1引き分けです。それからアウェー熊本戦に関しても2010、2011、2012と昨シーズンまで3連勝中です。中島、ここはウーゴがカットした。そしてファビオ、どう攻撃に転じられるかという場面でしたが、
倉川これは野崎のファウルになりました。熊本がこの位置でのフリーキックを得ています。キッカーはヤブです。前節も後半のアディショナルタイムに値千金土壇場での同点ゴールを挙げました。ヤブ雄二、北地さんの負けたピンチに勝たせるわけにはいかない、そう語ってました。さあ長身の矢野、ウーゴ、ファビオに蹴りが強い吉井、これはフィック対応しました。チーフがロングシュートを狙っていきます。これはバーの上です。まあ、いきました。こうやってシュートで割れば、カウンターを受けることはないからですね。そうですね、それから今日は、熊本の選手たちはリストバンドをはめています。選手会長の露木和人、山崎さん、はい、これは北島選手の引退のメモリアルグッズということで、今日はスタッフも皆さんロアッソ側はこの、リストバンドをつけていました。はい、背番号39、それから、この瞬間をマックスにという北島が愛した言葉が刻まれています。これは南がキャッチしました。南の方は何としても勝って、そして何としても北地にゴールを奪ってもらいたい、そう話しています。柏レイソル時代からの盟友です。渡辺には収まりませんでした。ファビオ入る、ファビオから仲間に通す、しかし横浜市も粘り強く対応しています。こう両チーム立ち上がり15分ぐらい、その大味なサッカーではないですよね。そうですね、しっかりと組み立てようとしてやってるんで、はい、どこか変化ですよね。サイドを変えるとかスピードを変える、それをどちらが、ね、やってくるかというところだと思うんですよね。はい、ここはヤブ、寺田の方も掴んでいました。早いリスタート、キャプテンマークをつけているペスンチ、そして右サイドバックの一部、さあ前線には田原がいます。野崎、ハイボールの競り合いからもう一度横浜、市村です。市村とウーゴ、ウーゴボール奪う、しかしカバーできました。横浜、そしてシンプルにハイボールを狙った田原を使おうとしましたが、浜田が対応しました。吉井がもうギリギリのとこ触ったんですが、あれ抜けたら危なかったですね。確かに、ファビオを走らせます。この野上が対応しました。中島、大きなサイドチェンジ、内村、これはライバルです。はい、今の中島選手のプレーに対して山口監督からはイードという OK というマークが出ていました。はい、まあ、池上さん、大きなサイドチェンジでしたね。そうですね、はい、やはりショートパスでトントントンとつないでいくとディフェンスで修正しやすいですよね。それが一発で変わるとやはりグッと修正が大きくなるんで、そういうことを入れていけば面白いですね。はい、さあそしてこのセットプレー、熊本は吉井だけが上がっていきました。センターバック陣、ヤブ、これは狙っていきましたが大きくバーの上越えていきました。こちらが池谷智義監督代行です。吉井が前監督の後を受けて7月10日に監督代行に就任しました。まあ、一時期はクラブの社長兼監督代行という前代未聞の体制だったんですが、今は社長からは外れています。ただ新しい監督が決まり次第またクラブの社長に戻るということが発表されています。
からペスジ、そして渡辺匠から、まあ、テンポ一発がつながっている。もう一度渡辺から寺田、寺田を中島が追い越している。さあ中は野崎が呼んでいる、田原もいる。近いところを選んできました。ここは熊本激しいタックルいきました。ヤブ、そしてファビオと中島の争いになっています。もう一度作り直します。寺田から高地、そして高地から田原、キーパー南パンチング、これは田原のファールになりました。南は脇腹を抑えています。左胸を押さえています。激しいエアバトルになりました。ここは迫力ありますね。そうですね、両選手やっぱりここは行きますからね、はい、もう引いたら終わりというところだからやっぱり引けないですよね。そうですね、南は今シーズンリーグ戦全試合出場しています。今日で J2 通算199試合の出場です。一方の田原は5月12日第14節愛媛戦以来27試合ぶりのスタメン。ゴールが出れば J2 通算50ゴールとなります。 J1 でも13ゴールを挙げています田原豊。山崎さん、はい、その田原選手の起用について山口監督は前線で収めることと得点に期待していると語っています。はい、それから風戸さん、南がまだ立ち上がれないですね。そうですね、ただ今加藤ゴールキーパーコーチからは丸が出ました。あ、そうですか、はい、98年から2009年まで柏レイソルでプレーして、そして熊本でももう4シーズン目になります。南トレーナーからも丸が出ました。立ち上がります。今日は並々ならぬ闘志を抱いてこのゴールマウスを守っているはずです。南雄太、親友名優北島秀明にとってホーム最終戦です。山崎さん、はい、南選手、北島選手については常に刺激になる存在なんだと語っていました、はい、何でも話せる間柄で、そんな北島の最後を一緒にやれることにつながりさえ感じる、そんなことを話しています。年齢は1歳違いです。1年早く一陸船橋高校から柏レイソルに入った北島秀明、そして静岡学園高校から98年に柏レイソルに加入しました南。ファビオ、ウーゴ、空中戦を制して仲間、ここは倒されました。左45度、まあ、池上さん、はい、ウーゴ、それからファビオと、まあ、空中戦迫力ありましたね。そうですね、このフリーキックも面白いですね。渋谷がね、結構そのペナルティエリアにディフェンスラインを引くんで、はい、渋谷の仕事のスペースが広いんですね、はい、ここをどこまで出てこれるのかね。前節無失点で G リーグデビューを飾りました渋谷翼、高卒ルーキーです。富山戦でもファインセーブがありました。おっとレフリー失礼します。ヤブ、柔らかなボール、ヘディングで対応した横浜 FC、 最後は仲間のファールになりました。イエローカードが出ます。仲間は累積警告2枚目です。ピッチを出しました横浜 FC。 前半の21分を経過しています。両チームともまだ無得点、0対0です。野崎が倒れ方が悪かったでしょうか、頭を押さえています。側頭部です。あ、この時ですかね、左側の肘が当たったのかもしれないですね、はい、このプレーで熊本の仲間にイエローカードが出ています。山口監督がテクニカルエリアの最前線心配そうに見つめています。北
1人選手を見ました。何か指示を伝えるはずです。単価が入ったということは必ず1回出なきゃいけないんで、はい、もうそこの、ね、修正だとかそういうことも考えなきゃいけないですよね。で、はい、今この時期にやっぱり前半 の, その問題点とかそういうことを修正してるんでしょうね。池上さんから見られて横浜 FC の何か修正ポイントというのはありますか？うん、あのですね、攻撃の時に、田原と小野瀬が、ね、はい、関係性がもうちょっと距離が近くてもいいのかなとか、ディフェンスがボールを保持している時の田原のポジションが、ね、もうちょっとそのボールサイドに入ってもいいかなと、その周りのところを、ね、小野瀬に渡し上げれば一つその長いボールに対する選択肢ができるんですよね。現状ではちょっと距離遠いですか？遠いような気がするんですね。そして今野崎がピッチの外に、出ている時間帯10人でプレーしている横浜 FC、 おそらく4分の1にして、野崎を打ちで下げているはずです。さあそして、この時間帯に、フリーキックを得ました。寺田かあるいは菊池か、ここに精度の高いボールを蹴ります。高地から大外に行った、鉄人陣落としてもう一度アウトサイド、市村へ、市村仕掛けていく、市村とヤブ、市村のクロス、マイナスな角度だった。これ熊本奪えばカウンターになります。片山から、あ、ここよくチェックに行きました渡辺匠、素晴らしいプレーですね。早いですね、切り替えがね。渡辺から寺田、そして高地、さあ高地どこを使うか。山崎さん、はい、野崎選手ピッチに戻っています。はい、小野瀬一旦下げて寺田、逆サイド市村が呼んでいます。下げました中島、そしてセンターフィーのペスチンを経て、いや、ロガンを経て渡辺、そして寺田、寺田から中島、グラナダボールトップには入りませんでした。このとカットしてカウンターにつなげられるか。1対2の状況で仲間がファウルを受けました。フリーキックは熊本です。前半25分経過、両チームともまだ無得点、0対0です。熊本もまだ枠内のシュートがありません。横浜 FC もシュートそのものがありません。さあウーゴに入った、ウーゴのシュート、これは横浜 FC ゲスチンがブロック。そして黒川セカンドボールを拾って一旦センターバックに下げます。矢野から吉井、吉井から津幸、津幸から仲間、もう一度仲間が落として津幸、そして吉井、逆サイド黒川フリーで待っている、矢野を経由して、そして倉川、もう一度黒木、矢野、そして吉井、津幸、さあ背後を狙っている片山へのロングボール、ヘディングでの競り合い、これはラインがあります。ゴールキックに変わります。熊本も今テンポよく回していって、ただやっぱり最終ライン下げるという配信が多かったですね。そうですね、そこをそこからの選択肢をもう一回どうするのかですよね。縦に行くのか、はい、中盤につけるのか、ワイドに渡すのか、あの横浜 の, あの修正が早いんでね、はい、あのいいポジションを取られるとなかなかそう簡単に崩せないんですよね。しっかりとした守備を構築しています横浜 FC。ファールのポストプレーでしたが、これは熊本ボールになっています。吉井から倉川、倉川には中島がチェックに来ます。そして次、逆サイドのワイドの高いところというのは案外そのフリーになりがちなんで、はい、そこに長いボールでもねやっぱり起点を持っていくとちょっとスライドが間に合わなくなるような気がするんですけどね。熊本も左の片山、右の倉川とかなり高い位置を取っています、うん、はい、そしてここハイムをつきます。ヤブを使います。ペスンジンとヤブ、オーナークの手前、ペスンジン
キープして左足で前線へ、田原を狙ったボール、セカンドボールは高地、高地からこのスリーが通らない、野崎には通りませんでした。そして中盤から中島、そして高地から寺田、ここは倉川が激しいディフェンス倒ます。ここはベテランの足を見せました倉川陽平、マクローカードが出ました。寺田は累積警告4枚目、次のゲーム出ることができません、出場停止になります。矢野から長い展開、こういうボールいいですよね。そうですね、倉川からファビオ、もう一度倉川というところ、ワンツーは完成しませんでした。野上のディフェンス、そして寺田、中島、そして野上、ワンタッチで野崎から高地、そして渡辺匠から田原、そして高地、右に振って石村、さあ横浜市チャンスになるか。ここからスピードアップしたら面白いですけどね。そうですね、サイドに預けて石村オーバーラップ、もう一度高地、ワンツー、スライディングタックルに行った吉井、しかしセカンドボール横浜市シュート、皆がセーブを見せました。枠を捉えていました、左足のシュート。今のはワックに飛んでたんじゃないですかね。そうですね、南よく触りましたね、はい、寺田の左足のシュートでした。横浜市のあのテンポいい感じですね。ダイレクトでトン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 動き出しましたよね、はい、さあそしてこの試合最初のコーナーキックを得ました、左のコーナーからの形です。ショートコーナーを使いました、これはレフリーの声です。この試合最初のコーナーキック、チャンスを生かすことはできませんでした横浜 FC。 前半の30分経過、両チームともまだ無得点、0対0です。シュート数は熊本3本、横浜 FC1 本、枠内シュートは熊本で、そして横浜 FC1 本です。ファビオ、そしてツユキ、さらにはヤブ、もう一度ファビオ、ファビオ足を痛めた、倒れました、倒れたままになっています。ファビオ今の競り合いです。膝を押さえて倒れましたファビオ、スローインで試合再開、ウーゴが横浜 FC のゴールキーパー渋谷のボールを戻します。前半残り15分です。山崎さん、はい、渋谷選手は前節 J リーグデビューでした、あまり緊張しなかった、勝ちたいとずっと思っていたので勝ててよかったと話しています。いつもと変わらず図に乗ることなく初心を忘れないで試合にこれからも臨んでいきたいと話しています。はい、山崎から高地アウトサイドで、そして小野瀬がヒールで流して、寺田から市村のクロス、いいタイミングだ、逆サイド流れていきました。もう一度中島追いついた、スライングタックルはベテランの倉川、この柏レイソルでのプレー経験があります。さあ奪った、高地から逆サイド、追いつけばチャンスでした。面白いところ狙ったんですけどね、そのディフェンス の, そのプレッシャーのないところね、ちょっと大きかったですね、はい、
横浜 FC がこの前半の30分過ぎからちょっとリズムを掴んできましたよね。その中盤の選手が攻撃に参加する数が多くなってきましたね。はい、安定してるし、そのパスの供給も非常にそのタイミングを出しますね。はい、さあ吉井と田原、ペスンジンも横浜 FC、 それから草津徳島でプレーしてもう一度横浜 FC に帰ってきました。吉井が倒れたままになっています。左足の太もも、今伸ばした時にちょっと、どうなんですかね。はい、ちょっと桃の裏をやってなければいいですけど。そうですね、うん、桃の裏この時にちょっとね痛そうですね。はい、その前にこうグッと伸ばしたわけですよね。キャプテン吉井康介、人一倍速の強い選手です。それから残留争い、その責任を一身に背負ってプレーしてきました。不離れであればちょっと難しいかもしれないですね。そうですね、ピッチの外に出ています。10人での戦い、熊本落としてシュート放つ野瀬、これはブロックしました。野瀬と野崎のポジションというのは結構流動的に変わるんですね。そうですね、さあこれは中村の距離差がしっかり野崎、田原がここまで受け付けます。山崎さん、はい、吉井選手戻りました。はい、まだちょっと足を引きずるような感じですが、キッチンが引きしました。吉井康介、また痛そうですね。ステップ踏んでるんですけど、ホーム最終戦です。キャプテンとして最後までピッチにという思いがあるはずです。吉井から、ダメです、罰が出ました。吉井から罰が出ています。プレーは続いています。ファビオクロスをブロックしたところでスローインに変わります。吉井ダメです、倒れ込みました。いや、池田さん、本人はこれでしょうね。もし肉離れであればもうこの前で、はい、プレーをやめさせなきゃいけないんですよね。なるほど、まあ、確かに本人としてはそれも続きたいというのは当たり前のことですからね。で、選手に聞いても選手は大丈夫と言うんですよ、基本は、はい、しかし客観的にね、やっぱこれ以上やるとやっぱ傷が、ね、悪化するんで。確かにそこはやっぱりメディカルスタッフの、技量が問われるところですね。そうですね、山崎さん、はい、熊本ベンチ青木選手が呼ばれています。はい、
そらく吉井は肉離れだと思うんですけども、もう1回やってしまうともうなかなか難しいんですね。そうですね。だからこうやりながらその元に戻るというのがないんでね。あ、リストバンドを顔に当てました。そして青木が入ります。浜本、ただ今まだ10人で試合を行っています。ここで入ります。ロアッソ熊本、22番ディフェンダー吉井康介選手に代わりまして、4番ディフェンダー青木亮太選手が入りました。はい、青木も今シーズン西川からの期限付き席で熊本にやってきました。リベロを務めます。そして熊本はフリーキックのチャンスを得ています。さあ青木もそのまままずは前線に加わります。ヤブから倉川、これは横浜FC対応しました。そして逆サイドからのスローになります。ウーゴから香山、さあ矢野が残っている。そして田原を収める。強い、ここは倒れました。レフリーアドバンテージを見ている。さあそして寺田へ、寺田を長い距離を走って中島追い越す。中は3枚スライディングタックルに行ったヤブ、最後はコーナーキックになりました。熊本はキャプテンの吉井康介、無念の途中交代。北島の背番号39が刻まれているリストバンドを顔に当てました。さあ横浜 FC、 この試合2本目のコーナーキックです。高地から、これはそのレフリーの笛がありました。まあ、池上さん、はい、熊本吉井に代わって青木ですが、はい、またセンターバック、まあ、特にレベロが、途中出場となると必要なことってどんなことですか。今まず青木選手がですね、はい、その今まで そのポジションのアップダウンだとか、はい、そういう状況においての判断をゲームをしっかりその早く馴染むということですよね、で誰がコントロールするかというのを明確に決めないと、はい、いけないでしょうかね。はい、特に後半の30分過ぎから横浜 FC がリズムを掴んでいるだけに、重要になりますよね。そうですね。前半残り5分です。両チームともまだ無得点0対0。山崎さん、はい、ピッチ上非常に冷え込んできまして、そしてパラパラとですが雨が降ってきました。あ、そうですか。ロアッソ熊本のホーム最終戦、苦しかった今シーズン、交代、そして J2 残留争いがありました。そのホーム最終戦でキャプテン吉井康介、無念の負傷交代。さあウーゴに入りました。ウーゴからファビオ、ファビオまだ追う。浦川から南、南から青木、ファビオを狙ったボール、中島とファビオ競り合う。ここは野崎倒れますがファウルはありません。セカンドボール高地が拾った。高地と倉川、倉川ボールを奪う。倉川から狭い局面つないでいます。つゆきのキックは小野瀬がブロックして、もう一度つゆき、これはラインがあります。横浜 FC ボールのスローインです。前半残り3分です。さあ野崎仕掛けていく、パスを選択、ミドルエッジから一旦田原のポストプレー、そして渡辺拓倉、右内村左にしてのクロス、もう一度内村落として寺田のシュート、これはクロスがブロックに行っていました。いい攻撃ですよね。はい、
それから心配された熊本のその守備対応というのはどうでしょうか。あの今のところは別に大きな問題ないんですけど、はい、まあでも何かが起こるときはふとした瞬間ですから、はい、そこを注意しないといけないですよね、はい、変化されたときにどう対応するのかね、はい、それからヤブ、そしてファビオキープする、ヤブに収まりかけましたからベクリンの笛です。右45度でフリーキック、早いリスタート、これは認められませんでした。前半終了間際のフリーキックです。さあ矢野、ウーコ、青木、ファビオ、このあたりがファー、ヤブから矢野、しっかりと体を当ててきました横浜 FC。 残り1分です。山崎さん、はい、雨の状態が少し激しくなってきました。ああそうですか、対雨が降ります。この熊本市の中田よかなスタジアム、ロバッソ熊本にとってホーム最終戦です。ユーゴが追います。渋谷のキック、ここもレフリックです。仲間のファールになりました。最終ラインに加わってパス回しを行っています。そして右サイドバックの内村は高く押し上げています。射しています。ここ浜石、アディショナルタイム目安は3分台です。名元の南、あるいは吉井が倒れていた時間、さらには横浜市の野崎の倒れていた時間もあります。前半のアディショナルタイム目安は3分台です。ヤコワからファビオ、もう一度スローインです。赤から倉川、蹴り足で大外、片山、片山のファールになりました。力がブロックしています。かつてのチームメイト同士です。コミュニケーションを取ります。ああ市村もこれ左の目の下ですね、頬が垂れています。今シーズンは怪我に苦しみました。横浜 FC J1 昇格のまあ、期待を担って市村も横浜 FC に移籍したんですが、責任を感じていると市村は話しています。これがハンドです。前半のアディショナルタイムは目安は3分台、そのうち2分経過しました。両チームともまだの得点0対0、シュート数も手元の集計で3本ずつです。まあ、池野さん、決して低調な感じはしないですよね。そうですね、ボール局面はお互い厳しいですからね、はい、そういう意味ではボールを取ったり取られたりという回数が多いかなという気がしますので、そのボールポゼッションするとこをもうちょっと、ね、工夫した方がいいかもしれないですね。はい、さあ仲間、もう一度仲間奪い返して、
シュートを狙った枠を捉えていましたがシビアがセール。チームメイトからはナイス翼という声、仲間のシュート、それからシビアのセール、ともに素晴らしかったですね。仲間奪い返せ、こういうところが強くなりました。さあそして熊本はこの試合最初のコーナーキック、いやこぼれている、オーバーヘッドクリアしました横浜市。ここで前半終了の笛です。ウーゴとペスンジン、ちょっと両チームの選手たちが今エキサイトしています。レフリーが間に入ります。最後のコーナーキック、ゴール前激しい攻防になりました。まあ、ウーゴは紳士です。こうして相手選手ともきっちりとコミュニケーションを取ります。ウーゴは本当に全くわがまま外国籍選手ではなくて本当に紳士で、はい、例えば相手選手が倒れていたら手助けはしますし、相手選手が敗戦のショックでこう、 うずくまっていればそれもこう手を差し伸べるという非常に紳士、まあ、素晴らしいですよね。そうですね、なかなか、ね、外国人選手でそういう選手はいないですけどね。はい、それから市村は顔面を張らせてのプレーが続いています。2013 J リーグディビジョン2第41節、ロバッソ熊本対横浜 SC、 前半を終了して両チームとも無得点0対0です。この放送は熊本市の今金井岡田スタジアムからお送りしですけれども、はい、まあ、その他のプレーも含めて、いかがですか。そのゲームに落ち着いて入ってると思うんですよね。こうバタ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 はしてないですから、だから見たいのはそのセンターリングだと横から入ってくるボールの守備範囲がどのぐらいあるかですよね。なるほど。それから前半終了時の数字です。シュート数は熊本が3、横浜 FC が2です。それから熊本の仲間横浜 FC の寺田にそれぞれイエローカードが出ています。池田さん、前半振り返っていかがですか。うん、両チーム それぞれやろうとしているサッカーが似てるからね、はい、なかなかそのお互い打開できないんですけども、そのちょっと局面のこだわりが大きいのかな。もうちょっとサイドを変えるとか矛先をね、攻撃の矛先を変えるということを入れていけば面白いと思いますね。はい、どちらが先に先制点を取るのか、これから後半の45分が始まります。2013 J リーグディビジョン2第41節、ロバッソ熊本対横浜 FC、 これから後半の45分が始まります。エンド右がホーム赤のユニフォームのロバッソ熊本、エンド左がアウェー白いユニフォームの横浜 FC です。両チーム前半終了時から後半開始にかけての選手の交代はありません。ただ前半熊本はセンターバックキャプテンの吉井康介が負傷交代、青木が入っています。北島がもう後半開始から一人でウォーミングアップをしています。熊本のベンチの裏です。さあいいクロスが入る、これは柳が対応。さあ宿から背後を狙います。ウーゴ、ペスンジン落ち着いてゴールキーパーの渋谷へ、渋谷からクッとした仲間、さあ仲間自分に仕掛けていく。いやー今ペスンジンのカバーリング素晴らしかったですね。そうですね、徹底的でしたね。はい、熊本はショートカウンターのチャンスを生かすことができませんでした。1名から田原、セカンドボールは矢野、これでレフリーの声です。仲間と内村です。仲間はすでに前半にイエローカード1枚受けています。ちょっと気をつけないといけないですね。そうですね、横浜 FC のフリーキックリスタート、
ペスンチンから野上、中島から野崎、ここは1点の状況から熊本ボールを奪いました。山崎さん、はい、後半スタートしたばかりですが、池谷代表からは北地という声がかかりました。北島選手がどうやら準備を始めるようです。はい、ファビオ、ヤブが追い越す。あっとエキサイトしました。ヤブと野崎です。あ、ファビオ、それからウーゴ、あとは市村、今のプレーです。うーん、ま、ちょっとユニフォームを使い合いながら、普通のコンタクトですよね、はい、あまりそういうのでカリカリしないでね、もう次のプレーをやった方がいいですよね、はい、今は、最終的には握手をして和解しています。野崎と矢部です。 J リーグも昨シーズンからプラスクオリティプロジェクトというものを行っています。とにかく実際にボールが動いている時間、アクチュアルプレイングタイムを伸ばそうという取り組みが行われています。さあ、北島がいよいよ選手交代の手続きを終えてピッチに登場します。後半4分、山崎さん、はい、ここで熊本選手交代です。30番フォワード中間隼人選手に代わりまして、39番フォワード北島秀明選手が入ります。現役選手生活最後のホームゲームになります。北島秀明がピッチに登場しました。背番号39、感謝の気持ちを表現して熊本に来てからはこの背番号を背負っています。北島が前線に入って、ウーゴとファビオがシャドウに入っています。3トップの頂点の北島、それから風子さん、はい、吉井キャプテンは現地にはいるんですか、それとももう控室ですかね。今控室です。桃田に違和感があったということで、右か左か分かさあ、倉川、ニアに北島、バーにファビオ、ヘディングシュート、ポスト左でした。いや、ファビオの入りも良かったんですけど、ここね、市村がポジション修正したんですよね。そうですね、見応えのある攻防でした。倉川からファビオ、そしてディフェンスは市村、さあ、熊本がこの試合2本目のコーナーキックです。キッカーはヤブです。ファーに行きました、こぼれている。さあ、片山のシュート、これはブロック、もう一度ヤブが拾ってダイレクトで中へ、ヘディング対応、横浜 FC。 片山降ります、一旦下げます。南からのロングボール、これは小野瀬が対応しました。はい、吉井選手の状況ですが、もも裏に違和感があったということで、大事を取っての、交代だということです。はい、ただ今はベンチにはいないですね。はい、ベンチにはいません。池、はい、まあ、上さん、はい、あの吉井は最後の背番号39で刻まれたリストバンドを、顔に当ててピッチを退きました。おそらくハーフタイム何かこう北島に思いは託してるはずですよね。そうですね、やはり選手でそういういろんな、ね、思いを背負って、ね、グラウンドに立つとやっぱり頑張りきれますよね。そうですね。さあ、横浜市、市村のウーゴ、ウーゴはここまで下がってディフェンスをしている。高地、そして小野瀬、高地から田原で対応したのは熊本、山です。
スタメンを6人に入れ替えて大幅な選手交代を行って、そして前節は4試合ぶりの勝利、最後まで緊張感ある戦いが続いている形です。さあショートカウンターになった。しかしラストパスがずれました。山崎さん、はい、両チーム監督のハーフタイムのコメントが届いています、はい、まずは熊本池谷監督代行3点です。サイドチェンジを入れていこう、ボールサイドへ強く行こう、ここから我慢比べ、力を出し切れと伝えています、はい、対する横浜 FC 山口監督2点です。セカンドボールをしっかり拾うこと、攻撃の時もっと相手を引っ張る動きをして自分たちの時間を作ろうと伝えました。以上です。はい、ファビオそらして北島に入った。北島のポストプレー、そしてファビオに預ける。ファビオから逆サイド、片山、片山、ウーゴ、これはシュートにいけない。まだヤブのシュート、これもブロック、あるいはファビオか。セカンドボール激しい攻防になっている。ここは熊本が勝りました。黒木残した、寺田のディフェンス、ウーゴ、そして黒木、逆サイド倉川、さあ中北島、ウーゴ、ファビオが待っている。ヘディングで対応する。ここは寺田から横浜市神田につなげられるか。一旦田原に預けました。組み立て直します。そして寺田、ここで横浜 FC 選手交代です。13番ミッドフィルダー野崎陽次選手に代わりまして、7番ミッドフィルダー内田智也選手が入ります。はい、30歳の内田が入ります。横浜 FC の J1 時代を知る選手です。ちょっと高地が高い位置にいますかね。そうですかね、局面落ちてですかね。まあ、ボランチの関係でいうと渡辺が後ろで高地の前というような形にはなっています。ウーゴのシュート、これはポスト左です。ジャストミートすることはできませんでした。それから野崎に代わって背番号7番の内田が入っています。北島が入ってから彼のポジションを見ると、前の前線のディフェンスラインの最終ラインでこうターゲットとしてね、まずそのプレーに入ってその次を狙いに行くという感じがもう分かりますよね。そうですね、うん、ポストプレーでさばいてでゴール前という。そうですね、ペース陣から渋谷、渋谷から高地を狙ったボール、これをヤブがヘディングで対応。さあそして黒木だ、クロスがウーゴを使う。ウーゴのシュート、ゴールキーパー正面、渋谷がキャッチしました。力強いシュートでした。ウーゴ、これはミスになりました。ちょっと渋谷からのダーハンドのパスを出したところからパスがずれ始めていました。横浜 FC、 形になっています。前線に田原、そして2列目に野瀬、高地、そして内田、逆サイドに見えます。田原きれいに落とす。しかしここは熊本スライディングタックルで対応。ヤブから片山、片山からのクロス、北島には繋
上がりません。逆にロングボールで田原を狙います。高橋、寺田、内田、小野瀬という2列目がいかに田原の近くでプレーできるか。そうですね、小野瀬とかがもうちょっと前向いてプレーできるといいですよね、はい、さあその小野瀬が内田、そして中田原、逆サイド高橋も入っていく。内田のシュート、ここはブロック。熊本サポートに内田、島から一旦下げます。ノガル、エスンジ、そして内村、高知、この時間帯はかなり横浜市がボールを保持しています。渡辺匠が受けに来てくれと高知に要求、そして高知受けてペスンジ、そして寺田、田原、市村、高知、もう一度ペスンジ、逆サイド空いています。そうですね、中島、さあ中田原が入っていく、クロスが入って田原と矢野、激しいエアバトルはボールキックに変わります。そう、ボールをポゼッションしながら動かしておく、最終的に今の形でね終わるということであればいいですよね。はい、フィニッシュで終わるということですね。そうですね、180何センチの田原、そして181センチの矢野大輔の空中戦でした。後半の14分経過、両チームともまだ無得点、0対0。ウーをさばいて懸命に倉川走る。さあゴール前、北島が待っている。ヤブから逆サイド、北山、さあニアに北島、反省が一段と大きくなった。北山からのクロス、ウーゴ、これはスタメントできませんでした。中島、寺田、寺田から田原、もう一度中島、中島から寺田、こうなると逆サイド市村が空いてるんですね。そうですね、ここを誰かが感じてボールをあそこから引き出してね、はい、逆に展開できるとチャンスですよね。はい、寺島がディフェンスに行きます。後半15分経過、両チームともまだの得点、0対0です。山崎さん、はい、横浜 FC 永井選手が呼ばれました。はい、田原と交代するようです。前線を田原から永井にかなす、共にベテラン、百戦錬磨のベテランです。さあ寺田を使うか小野瀬を使うか、田原、サイド、市村、中4枚待っている、クロスが入った、田原、これは南、よく出たパンチング、勇気を持って飛び出しました。優太、今日は前線の厳しい接触が田原と南の間でありました。ネロから背後、ファビオ、オフサイドはない、ファビオかわした、かわした、いやー流し込めない、流し込めませんでした。ゴールキーパー渋谷との1対1は制したんですが、フィニッシュに持っていけず、その後おそらく野上のカバーリングにやっています。いやー熊本としては千載一遇のチャンスでした。うん、いいパス出したんですけどね、あれは決めてくれない感じですね。そうですね、倉川、中ファビオ、ニアに北島、こぼしている、飛び込んでいく、渋谷キャッチです。渋谷からのロングキック、
ここは青木と田原が競り合って、そしてファールになりました。ここで選手交代です。横浜 FC 選手交代です。34番フォワード田原豊選手に代わりまして、18番フォワード永井雄一郎選手が入ります。池田さん、今日田原久しぶりのスタメンでしたが、いかがですか？やはり迫力はありますよね。もうよく言うならもうちょっと運動量が、ね、欲しいかなって気がしますけど、はい。さあ中はその長井が待っている。ヘディングで対応した渡辺のシュート、ポスト右でした。2010年1シーズンだけでしたが熊本在籍、ただファンやサポーター、あるいはチームメイトに非常に強い印象を残していきました渡辺拓海。川崎フロンターレやモンテリオ山形では J1 昇格を、それから松本山形では JFL から J2 参入、それぞれ昇格を経験しています。今シーズン横浜 FC にやってきました渡辺拓海です。山崎さん、はい、その渡辺選手、熊本ではすごくいい経験をしたと話しています。さあ黒木のシュート、これはホップしていきました。パンチ力もあります黒木浩平。まあ、池田さん、ちょっとこう、はい、オープンな展開になってきたというか、そうですね、だんだん打ち合いの様子を呈してきましたね。若干そのプレスのスピードが両チームともね、ワンテンポ遅れ出すとこういうチャンスができますよね。はい、横浜 FC のフリーキックリスタートから左サイドの展開、クロスが入って逆サイド流れていく。しかし市村追いついて、もう一度中長井、それから内田、そして寺田が待っています。一旦高知へ、もう一度逆サイド、中島フリーだ。倉川と中島、これは倉川クリアしました。さあミドルレンジ、高知精度の高い左足のキックを持っている。これはパスを狙いました。大きく合いませんでした。寺田がつながりませんでした。山崎さん、はい、横浜 FC の中島選手が話していたんですが、北島選手との対戦を非常に楽しみにしていました。北島さんがいなかったら不適されてやさぐれてサッカーの世界にいなかったかもと話しています。紅白戦すら出られない時も真剣な言葉をかけてくれたんだと。自分の今があるのは北地さんのおかげ、柏で一緒にプレーできたことが財産になっていると語っています。はい、チームメイトにとっても、それから対戦相手にとっても、このスタジアムで共に戦う最後のゲームです。さあ熊本のフリーキックです。ヤブから青木、逆サイド片山、中もう一度逆サイド、懸命に黒木残して、そしてウード、パスを選択、北島、いやファビオのシュート、ポスト2人です。両チームともこうサイドにサイドにボールを横に動かしてからチャンスができるようになりましたね。そうですね、あとはゴール前での精度、あるいは迫力といったところですか。そうですね、フィニッシュの精度なんですよね。はい、池谷小林監督代行が後半開始まもなくピッチに送り出しました。背番号39、北島秀明、市立船橋高校から柏レイソルに入って最初のコーチが現在熊本の監督代行を務める池谷小林、当時のコーチでした。北島は逆境から逃げる天才だよねということを伝えたそうです。そこから反発して反骨心を養った北島秀明、自らの足で自らのハトで逆境を乗り越えてきました。山崎さん、はい、ここで熊本選手交代です。7番ミッドフィルダー片山翔介選手に代わりまして、13番ミッドフィルダー大迫希選手が入ります。
片山に代えて大迫を投入します。これで熊本は青木、北島、大迫と選手交代枠3つ使い果たしました。後半23分です。そしてフォーメーションですが、大迫が右サイドに入っています。そして左サイドに倉川です。渋谷からのロングキック、ドリブルで跳ね返します。熊本の矢野、別の陣から渋谷、これはアウトサイドにかかってしまいました。リスキルになりました。木屋監督代行が残り時間を惜しむかのように今駆け足でボールを拾って、そして熊本の選手に渡しました。こぼれています。青木のロングキック、背後大迫、まぶしいカットした。さあ寺田、寺田のシュート、これが浮かしてしまった。あるいは熊本の強気が懸命にブロックに来ました。池野さん、今のプレーどうでしょう。いや、今のいいタイミングでいい攻撃なんですよね。しかしその枠に飛ばさないと次もないんですよね。なるほど、そこだけですよね。もう最後熊本の強気も懸命に体を投げ出しました。はい、露木選手は今日お兄さんが静岡からやってきています。お兄さん夫婦がやってきていて、甥っ子さんも連れてきています。はい、ガッツマン露木ガッツです。熊本の選手会と会長露木ガッツです。このリストバンドの制作はその、まあ、選手会が中心となって行いました。さあ北島のポストプレーからファビオ、ファビオ狙っていく、これも枠外です。まあ、池田さん、これも枠外でした。シュートというのは決して悪くはないんですけど、それ以外に何かね、可能性がなかったか、もう一工夫あればまだいいケースができたような気がするんですよね、今のもね。はい、それから場内で今入場者数が発表されました。12,003人、これは今シーズン最多の数字となりました。ガンバ大阪戦第4節11,874人がこれまでの今シーズン最多だったんですが、今日は12,003人のファンやサポーターがこのスタジアムに詰めかけています。これで熊本は今シーズンの平均入場者数が6000人を超えています。今シーズン最多のファンやサポーターが見守る中行われている今日のゲーム、まだ両チームとも無得点、0-0、残り20分です。熊本のサポーターとしては北島の得点を見たいでしょうね。そうですね、サポーター、チームメイト、誰もがそれを望んでいるはずです。山崎さん、はい、北島選手、自分はゴールでこれまで表現してきたんだと語っています。ゴールを決めることで苦しいことや状況を変えてきた、今日は最後だからでなく最後まで北島らしいプレーを見せたいと話しています。はい、10月の17日に現役引退を発表しました北島秀明。小川からいやー、北島飛び込んでいきました。そして翌日18日に記者会見を行いました。ちょうど奥さんの誕生日でした。北島秀明、決して表に出ることなく手術明け、あるいはなかなかこう思うように動かない膝のためにいい食事のメニューなどを考えてくれたと、北島はその奥さんに感謝の言葉を話していました。それから池上さん、はい、その奥さんの言葉が非常に印象的で、はい、やっとサッ
カーを楽しんで見られるようになるというふうな言葉を話したそうですよ。そうでしょうね、やはり常にその心配もあったでしょうからね、はい、両膝の8回の手術を乗り越えてきました北島秀明。この南のともに J1 最長格を果たした時もありました。さあ横浜 C 中尾瀬仕掛けていった内田、これはゴールキックに変わります。そして北島が現役引退を決意した理由は、自分がこれまでここだと思った試合ゴールを決めると覚悟をして臨んだ試合では必ずゴールを決めてきた、胸を叩きました。それが今シーズン7月14日第24節の FC 岐阜戦でした。吉田前監督から池谷監督代行就任後最初のゲーム、90分プレーしたもののノーゴールに終わりました。ピッチに佇みながら、ピッチの外に佇みながら、これで自分は本当にやめるのか、でも自分との小さな約束を守ってこれまでサッカーを続けてきた、そう北島は走った。綺麗なプレーだ、ウーゴからヤブ、ヤブのシュート、これもゴールキーパー正面。いや、池上さん、今の北島のプレーなんかは今シーズンで引退する選手とは思えないような美しさでした。そうですね、よく周りが見えてるしね、タイミングも間違わないし、はい、もったいないですけどね。そうですね、積み重なった故障、それから体力の限界、そういったものではありませんでした。自分との約束で引退を決意したというこの北島秀明。さあ残り15分です。ファリオ、横浜 FC の選手が倒れています。渡辺匠立ち上がります。福島県出身の渡辺匠、2011年には東日本大震災がふるさとを襲いました。それから松本山雅時代にはチームメイトの松田直樹さんが亡くなりました。本当につらいことが重なって苦しい時があったと渡辺は話しています。そしてまた J の舞台に帰ってきました。さあ倉川、矢部も懸命にディフェンスに行く、長い落として打ちた、長井に入って長井から市村を使う、さあいい形ができている、クロスが入る、ここも熊本2人がかりで懸命にディフェンス、粘り強く戦っています。山崎さん、はい、ここで横浜 FC 選手交代です。6番ミッドフィルダー高知慶治選手に代わりまして10番フォワードパトリック選手が入りました。はい、今シーズンは8月にやってきましたブラジルのパルミーラスでのプレー経験があります、このパトリック、まだ21歳です。またシステムの変更がもしかするとあるかもしれません、横浜 FC です。市村からそのパトリック、ヒールで使った市村、さあファーフリーだ、内田ヘディ、ボレーだ、なんとか大きなクリアしました。いや今いきなり池田さん、パトリック意外性のあるプレーしましたね。まあブラジル人ならって感じますね。そうですね、内村からいいクロスでした、内田のボレーシュート、最後は鎌田が大きなクリアしました。ヤブ、ヤブのファールになりました。パトリックのヒールパスから市村のクロス、そしてファール1段フリー、シュートでゴールの枠を狙いましたが、このパトリックがクリアしました。後半32分です。さあ寺田、さあパトリックです、長いランティックス、
バーの上でした。ロハニのヘッドシュート、惜しかったですね。惜しかったですね。ペスンジンと野上のペアというのは非常に安定していますね。はい、野上は22歳、東横浜大学、昨シーズンの特別指定でしたが今シーズン正式加入。それからペスンジンも草津、それから徳島でプレーして昨シーズン横浜 FC にやってきました。まあ、日本でこう成長している、まあ、外国籍選手ということになりますね。そういう観光人選手が非常に増えましたよね。そうですね、うん。さあ倉川からウーボ、逆サイド大迫が呼んでいる、縦を選択、ファビオ倒れる、これはファビオのファールです。内村とファビオ、かつてのチームメイトです。小田さん、はい、今日は市村選手の熊本時代からのファンやサポーターがメインスタンドに陣取ってるそうですね。そうですね、メインスタンドの横浜 FC 側におそらくですね10人ほどの人が座っているんですが、はい、ずっと市村選手を応援してきた皆さんがもう市村のこう枠があるんですよなんていうことを試合前には語ってくれました。はい、コンサドーレ札幌時代から使われていたというお母様が作った横断幕も今日は持っています。はい、小野瀬からファーサイドが流れていった、内田折り返してパトリックのシュート、ポスト左でした。決められませんでした横浜 FC、 非常にいい形でした。そうですね、まあ、このパトリックのこう下がりながらね、はい、ダイレクトで打つなんていうのはそう簡単にできることじゃないんですよね。ミートはしてるんですよね。そうですね、わずかにポスト左でした。パトリック、横浜 FC 先制なりません。もう一度そのパトリックに入りました。さあパトリックキープしている、ラストパスだ、ちょっとずれた、なんか残した、ラインがありましたか。あ、コーナーキックになっています。いや、今のもパトリック素晴らしいですね。いいですね、パスがちょっと強かったように感じるんですけど、これは受け手がねもうちょっと感じてくれないとね。なるほど、失点はリーグで6番目に少ない横浜 FC、 ただ得点はリーグで15番目と若干攻撃力に課題を残している横浜 FC。 さあキッカー寺田正面、まだこぼれている、中島、ここはクロックがクリア。セカンドボールの攻防は横浜 FC、 そのパトリック、ここはファウルになります。マクロは足を痛めました、足を痛めましたが、あの子はすでに選手交代が3人使い果たしています。残り10分です。男北島完全燃焼、アニアサポーターが北島秀明の現役選手生活最後のホームゲーム、懸命に応援を続けています。ただ池上さん、まだ残念ながらいいボールは入ってないですね。入ってないですね。北島のそのゴール前の飛び込むとこっていうのが魅力なんですけどね。はい、右に大迫、左に倉川、精度の高いクロッサーが両ウィングバックを務めています。ロングボール1本でパトリック狙っていきます。うまく大きく枠を外れていきました。山口のパトリック映像です。FC 時代は J1 昇格、それから J1 でのプレー経験があります元日本代表、 OB が監督に就任しました昨シーズン横浜 FC。 内村からパトリックを使う、そのものを拾いました。寺田、寺田からヒールで小野瀬、それから内村、内村からペスンジン、沼見から中島、もう一度沼見、
数で振り切る企業。こぼれ球拾った。さあ大迫、大迫ここは奪われる。渡辺匠奪う。もう一度大迫奪い返しに行く。倒れている。さあ横浜市チャンスになります。内田とパトリック前線で待っている。ここは懸命に足を伸ばしてカットした熊本のヤブ。ヤブも課題だった守備力がこのリーグ終盤にかけてまたぐんぐんと上がってきました。前節は対戦の同点ゴールを後半のアディショナルタイムで決めましたヤブ勇気。山崎さん、はい、矢部選手今日限界まで走りたいと話しています、はい、一生懸命やった中で北地さんがゴールを決めてくれたら感動的ですよねと語っています。はい、まだ熊本北島に決定機は訪れていません。ユーゴ、桜川、北島が駆け引きをしている。内村が対応します。川のスローイングすらして右足持っていけませんでした。さあ黒木とパトリック、黒木奪う、縦に入った、いい形だ。ヤブからファビオ胸トラップ、北島のシュート、三田のシュートが懸命に横浜FCブロック、そしてカウンターに転じます。長井からパトリック、そしてパトリックを寺田が追い越している。パテック力を取っていく、まだ失わない。長いから寺田、あ、ここは一度つながっていきませんでした。大人がですね、そうですね、自身深くでのスローインです。熊本していました。自分はいい加減なやつで、北島は素晴らしいやつとそう謙遜して話していましたが、寺川洋平ももう今年で36歳、懸命にプレーを続けてきました。山崎さん、はい、寺川選手、清水から柏原、ウーゴがちょっと今痛みましたね。イエローカードが出ます。痛がっています。さあ後半40分経過、このプレーで横浜 FC の内村にイエローカードが出ています。累積警告は2枚目です。風さん、その倉川選手のコメントを伝えてください、はい、北島選手が清水から柏に帰ってきてからずっと一緒で引退はとても寂しいと語っていました。残りの日々の彼の姿をロアトの若手にしっかり見てほしい、そんな話もしています。どこのチームでもいい影響を与えてきたのが北島選手です。さあ北島パスをさばいて、矢部のシュート、そして左でした。さあ北島、いつもと変わらず勝つための準備、勝つための振る舞い、そしてゴールを取るための準備をするだけだと北島秀明、試合前は話していました。昨夜は大好きなアーティストエルレガーデンのハニーバニーという曲を聴きました。聞き込みました。日の夢が叶うのは誰かのおかげじゃないぜ、風の強い日を選んで走ってきたと話していた。さあウーゴからその北島、北島のシュート、悔しがりました。横浜 FC の選手も懸命にブロックに行きました。さあしかしこの北島のシュートでコーナーキックを得ました熊本。ファンやサポーターの声援もマックスになっています。ゴール前、さあ横浜市今度はカウンターにつなげられるか。内田が行く、そして逆サイドパトリック、
長い距離を2人の選手が走ってきて中3枚。さあパトリック自分で仕掛けていく。いや熊本も倉川が粘り強く対応しました。秋野さん、今倉川のプレーどうでしょう。やはり経験というかね、落ち着いてこれを縦の抜けられたりペナに入られたりやばいぞという前にやっぱり処理に行きますよね。そうですね、ベテランならではのプレーを見せました倉川陽平。そして前線北島秀明。しかし北島のプレーを見てると常にこう自分にこう問いかけてるというか人のせいにしないというかね。そうですね、そういうのというのはやっぱり若手見習わなきゃいけないですよね、はい、柏レイソルでもそして清水エスパルスでもそしてこのロアッソ熊本でもその背中でそのプレーでそしてそのハートでチームメイトに後輩たちに何かを伝えてきました。リーブのシュートは横浜 FC ブロック。残り1分30秒です。ここはキープした。レフリーアドバンテージを見ている。内田からちょっとパスがマイナスの方向にずれたがなんとか小野瀬残して内村回り込んでオーバーラップ。小野瀬から永井、永井のシュート、これはゴールキーパーになく正面でがっちりとキャッチしました。何が何でも北地にゴール、何が何でも北地に勝利を、そう南雄太は語っていました。残り1分です。チャンスになりました。大迫残した、中北島だ。ワンシークリア。これ30秒を切っています。ロアッソ熊本対横浜 FC、 両チームともまだも得点0対0。ちょっと点数が入りそうな気配は両チームともしてるんですよね。そうですね。さあ倉川全力疾走だ。さあ倉川、北島スルー、これは逆サイドハビオには通らない。アディショナルタイム目安は3分台。今シーズンの熊本のホーム、池谷監督代行、時間を惜しむかのようにボールを拾って倉川に手渡しました。時計の針が進みます。残された時間は3分台。さあ矢野から大迫へ。さあ中北島、クロスはブロック。ブロックが懸命にカットに行く。逆サイドに展開、市村、内村から内田、そして中パトリック、寺田、パトリックのヘディング。ここは熊本しっかり青木の体をつけていました。ゴールキックに変わります。アディショナルタイム目安は3分台。そのうちまもなく10分経過しようとしています。北島に残された時間が少なくなってきました。そこからウーボ、そして北島、パスをさばいてゴール前へ行く。ヤブ、ファビオ、ファビオ、ファビオから北島、ここも激しいディフェンスだ。力のディフェンス、あと3日、矢野、両チームともまだも得点0対0。ゴールのまま試合ももう最終盤に入っています。矢野、フラカバ、北島が通らない。そして小野瀬、小野瀬から左、中島のクロス、熊本を懸命にブロックする。サポーターからはマックス、マックス、北島マックスという北島のチャントが響き渡っています。この熊本市の中根横浜スタジアム、熊本懸命にボールを奪いに行く。熊本市、市村から、そして
して寺田、そしてパトリックに入ってチャンスになった。長いのシュート、いや小野のシュート決まりました。後半のアディショナルタイム、とんでもない一撃へ飛び出しました。落ち着いてね、決めましたね。20歳の小野瀬康介、今シーズン初ゴールが生まれました。非常に綺麗な形でしたね。そうですね、やはりあのあたりで前向きでプレーするというのを覚えればまだまだ、ね、ゴールに絡むと思うんですけどね、小野瀬は。はい、横浜 FC、 この2010年から続いているアウェー熊本戦、現在3連勝中。そして今日のこの後半のアディショナルタイムに小野瀬の先制ゴール。北島の表情、ロングボールを放り込んでいくパワープレーだ。矢野が残っている。横浜 FC ボールになりました。ここで試合終了の笛、山口監督万歳、手を叩いて喜びました。横浜 FC が後半のアディショナルタイム、試合終了間際この小野瀬康介の今シーズン初ゴールで勝ち点3を手にしました。アウェー熊本戦はこれで4シーズン連続勝利となりました。一方の熊本は北島秀明、現役選手生活最後のホームゲーム、勝利で飾ることはできませんでした。今シーズン最多のファンやサポーター1万2003人が全員送った今日の熊本のホーム最終戦、1対0横浜 FC 勝利。これで熊本の勝ち点が43、変わらず横浜 FC の勝ち点が55となりました。 2013 J リーグディビジョン2第41節、ロアッソ熊本対横浜 FC、 1対0で横浜 FC が勝利しました。そしてここで熊本の北島、それから柏レイソル時代に共にプレーしました横浜 FC の中島がユニフォーム交換をします。笑顔の北島、あ、山口監督も行きました。北島と握手、そして頭を撫でました。小勝さん、はい、山口監督も北島については何かコメントをいただいてるんですよね。そうですね、特別にスーパーなこうプレーというわけではなく、チームに対して本当に頑張れる、チームのために力を与えられる選手な、そんな印象だと語っていました。だからこそこうやっていろんな人に愛されている、そういう選手なんだろうなというコメントを山口監督は話していました。それから熊本の選手たち、やはりベテランクラカは共に柏、熊本と北島と苦楽を共にしてきただけに、なんとか北地をゴールで、北地を勝利でという思いがあったはずです。池村さん、こういった姿を見るとやはりいかに北島秀明という選手が熊本の選手たちに大きな影響を与えてきたか、伝えてきたかというのは分かりますね。今日の試合に